体育館で開かれた報告会では、生徒らおよそ200人が優勝旗を持った部員らを拍手で迎えました。会では選手を代表してキャプテンの山崎リムさんが応援ありがとうございましたとお礼を述べました。まず1勝できるように今からしっかり調整して、まあ、甲子園入ったら全力で戦えるように、まあ、調整していきたいです。夏の甲子園は来月9日開幕します。